ビンビンハロー YouTube ドンプレイキスルサーケースというわけで、今回なんですけれども、僕昔からなんですけど、生まれてこの方24年間、ずっとね、乳首が立ってるんですよね。で、僕はこのことに関して、少しコンプレックスありましたけれども、そこまでね、生活に支障を及ぼすような、そういうことは今までなかったので、まあいいかなと思ってたんですよ。でもね、最近ですね、YouTube を始めてから、この乳首が立ってるというコンプレックスが、非常に大きな問題となって僕にね、降りかかってくるようになったんですけれども、僕って結構、動画中とかサムネとかで、服を抜いて上裸になっている姿を披露することってあるじゃないですか。で、その時に僕の乳首が映るわけですよ。で、僕はね、自分の乳首を見せることに別にコンプレックスないですよ。別に僕は自分で自分の乳首、いい乳首だと思ってるんで、別にそこに対するコンプレックスは全くないんですけれども、最近になって、僕の動画にもね、ありがたいことに広告がつくようになってきたんですけれども、動画中で服を脱いでいる動画、その動画すべてについてね、ことごとくね、広告が外されてるんですよ。で、僕心配になって、Google って男性が上裸になっても広告を外すようになったのかと。だってさ、テレビとかでもさ、男性芸人が上裸になってるシーンって結構あるけれども、それでも別に普通に CM ついてたりするじゃないですか。だから YouTube は、テレビよりも規制が厳しくなったのかと。さすがにそんなことあるのかと。目を疑ったわけですよ。で、僕は他の YouTuber も広告が外されているのかと思って、他のね、裸になっている系 YouTube の動画を探していったわけですよ。で、一番最初に捨てハゲさんの動画を見たわけですけれども、捨てハゲさんの動画を見たら、余裕でね、広告ついてるわけですよ。で、これどういうことなのかと。ふざけんだと思いまして、で、これ多分なんですけど、僕 Google のガイドラインあんま見てないとわかんないですけれども、多分男性の上裸ぐらいは YouTube に出しても大丈夫だと思うんですよ。それで多分捨てハゲさんは大丈夫だったと思うんですけれども、僕の場合、乳首が立ってるんで、Google の世界トップ企業の画像認識技術を持ってしても、俺の乳首は女性のものに見えるってことなんですよ。もうこれ、ほぼ AV っすよ。だって、人間の目よりも優れているのではないかと言われる、Google の画像認識技術に女性と言われているってことは、これも AV なんですよ。だって女性のチームさんがね、動画に映ってるわけですから。というわけなんで、Google さんもっと頑張ってくださいよ。さすがにちょっと広告停止すると死活問題なんで、そこはどうかよろしくお願いしたいなと思います。でもね、これはしょうがないところもあって、僕もね、確かにね、思春期の頃にね、自分の乳首が成長している実感はあったんですよ。ありませんでした？男性視聴者のショック。僕はあって、中1とか中2の頃に、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月間ぐらい、なんかずっと乳首が痛いと。触ってもいないのに乳首が痛いみたいな時があって、その時に、なんか俺乳首成長してんのかなと。女性的な成長の仕方をしてるんじゃないかと。そういうね、自覚症状ありまして、その結果このような乳首を手に入れたので、もしかしたら Google さんは悪くないかもしれないですよ。もしかしたら俺が悪いかもしれない。で、あと普通のコンプレックスとしてさ、視聴者の中にも、自分の乳首が立ってることにね、コンプレックスを抱いてる人っていると思うんですよ。で、なんか俺ら乳首立ち勢って、夏の服とかで悩んで、白 T シャツとか着れないですよね。女性が好きな。そうなんですよ。白 T シャツ着ると、乳首めっちゃ浮き出るんですよ。だから絶対着れないんですけれども、僕その疑問に関して、リアルで女友達に聞いたことがあるんですよ。男性の乳首が立ってるの見えた時どう思うって。そうだ、僕ね、YouTube ではビジネスインキャ演じてますけど、リアルではね、陽キャなんで、リアルでは女友達たくさんいるんですけれども、聞いたわけですよ。そしたら、別に気にしてないと。そしてむしろ男性の乳首が立っているのが見えたとしても、何も思わないと言ってたんですね。で、僕は逆の立場で考えてみたわけですよ。男性からして、例えば女性が下着をつけずに、例えば T シャツを着ると。そしたら、女性なんてもちろん乳首が浮くわけじゃないですか。で、それを見たら僕は、もう何も気にしないどころか、こう思いますもん。おぉ、いいね。